チス死にますん。さあということでですね、本日は晴天なり、池袋ウエストゲートパークに来ております。僕は東京に上京してやっぱりもろ学生の時に池袋ウエストゲートパークを見てですね、上京したら絶対に池袋西口公園に行くんだということで18で上京してその足で池袋来ました。それが約20年前です。こんなんだっけちょっと驚いてるよ。しかも俺池袋ウエストゲートパークが好きだから西武池袋線で探してて家をだこの YouTube で見たけど練馬高野台って住んでたじゃん。だいぶ遠いですけどね。いや俺からしたら近いよ。だって愛知からしたら近いよ当時だから西武池袋線だったから池袋にもよく来てた。てかもう俺の東京って言ったらもう袋だったから、今日紹介するよいろいろ。確かに一番来やすいそう来やすいし、当時はまだもうほらガンガンこうマッチョな時代だったからもうガンガンもう毎日ブレイキングダウン。でもどこに G ボーイズがいるかわかんないし、どこにブラックエンジェルスがいるかわかんない。あ、いるなブラックエンジェルスただ黒いコーディネートした女性です。まあ今日袋を紹介街ブラっていう感じで緩い感じでね。わかります。まあ聖地巡礼なんかもあるから、もうこんちゃんとはもう池袋でも飲んでたからちょっと紹介するよ。だいぶ変わったね。あんなところにドンキなかったよね。なかったですね。最後にっていうか遊びに来たのは遊びに近藤さんと彼女の共通の記憶だとあれはもうコンパをしましたねえそんなことやってたの。いやもう17年前。世の中コンパブームっていうかさ、今の TikTok みたいなもんだもんあそうですね。そうノリがねコンパをやっぱり売りにしてたってコンパに行っても、そんなねなんか飲んで楽しくは飲むけど、そうだよなんかいわゆる持ち帰りとかはなるほどなんか王様ゲームみたいなことじゃないですか。ああそういうのはやらない。王様ゲームで近藤さんに近藤さん王様になったらあの子とどうのみたいなのトイレに行っちゃう。ああもうねそういうのはない。あの橋まさにウエストゲートパークのそう高層のさ橋を高層の時とかにそう G ボーイズとブラックエンジェルスが東口に行く時にここで高層するっていうね。警官の安倍貞夫そうそう間入ってね。安倍貞夫さんそうよすごい豪華だよね。渡辺謙さんも出てる。めちゃくちゃハンサムでした、ね、ハンサムって名前でしたもんね。そう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 ヤマピーも出てる。そうヤマピーも同い年だからね我々と。あそうだよあの時だ高校生の時に出てたと、ね、なるほど。中学じゃないですかだって。あれウエストゲートパークが中学再放送で火がついたんですよね確か。あれ深夜のあそうかだから俺だって高校生だからその後にそうだわすいませんその後に確かにスタンドアップとかねあれは戸越ね童貞をテーマにしてそうそう小栗旬さん二宮さんとかそれこそヤマピーも成宮君とあここだうわここだよここですよすごい来た来た来た上京してね20歳ぐらいの時来たよね。違うわ18の時に来たな。でねこれも驚くんだけどあこれたみたいな、これ何ってなったこれ何いまだにわからないんだけど。これ俺わかりますよ。これ何だからゴミ処理かなんかのだからプールがあるんだと思うんですけどあロバート秋山さんの秋山さんの市民プール万歳って番組があるんですけどおうおうあれで来てましたそうこれに驚いた。こんな高い建物見たことなかったから愛知県ないからここですよね。ここだよ。っていうかさこれどうやって撮影してたの。こういうありますよね。あ、上とかさ、こっちからこんな電車も、まあ電車終電終わってからなのかもしれないけど、でギャラリーがすごかったよね当時ね。だってウエストゲートパークって全部ロケでしょ。はい、そりゃドラマですから。なんだそれやと、俺知ってますよみたいな。そんなスタジオなわけなくないですか。フルハウスじゃないんですから。フルハウスじゃないんですか、カナス。やっぱり象徴する場所で撮らないといけないって結構バレてるってことですね。大変ってことが言いたい。ここですよ。そういうことか。そういうことよ。スタジオ直せないよな。構想か。でギャラリーがね、ここにめっちゃ来てたみたいな。そう川崎麻世さん来る。そう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 。で、あ、川崎麻世だみたいな、そこのシーン。長さいて。そう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 。あそこの絵で撮ってます。そうまさに。そうなのよ。あそこにね、その川崎麻世だとか言って。僕らいいですか。すげえ、お、すげえ、川崎麻世だ。お、すげえ。おお、おい。すげえ、川崎麻世だのシーンだ、これ。ああ、すげえ。すごい。感動ですよ。ねえ、聖地巡礼で。なかなか。取れないよ。やっぱ改めてちょっと移動する？やっぱ改めて俺上京した時ドミーハーだったんだなっていうのが思い出してきたわ。テレビで見るところに来てそこと同じシーンやって、まあでもそういうミーハー心って大事だからね。いやすごいわ。ちなみに、その IWGP の、出てた方と共演、その後したことあるんですか？キングと LINE 交換しました。行こう。リアル G ボーイズ。すげえ。マジですか？たまたま、はい、サルゴリラの赤羽さんが、はい、品川さんの映画でご一緒になって。でライブ見に行きますみたいな現場で行って、はい、であと俺が昔から好きだっていうのを赤羽さんに言ってたから、カナダ一緒に行くっつって、なるほど、クラブチッタにそのマンジラインさんのライブ、でそこでちょっと座る話したい、うん、すごい。でもでそれでよ、それでね、はい、もう我らがキングですよ、で窪塚洋介さんにお会いできるなんてっていうのにガチガチに緊張して、もうなんならちょっとこう自分俺の車で行ったから、クラブ自体駐車場止めるんだけどさ、もう緊張でもう10回ぐらい切り返した全然うまくいかなくて緊張で、単純に下手じゃなくてまあそれまあで降りて、でクラブ自体の裏に着きましたって赤羽さんがやったら、もう窪塚さんがバーンと出てこられて、ご本人がご本人で、うわー窪塚、もう本当に覇気みたいな、なんかそのオーラみたいなのあって、気づいたら2メーターぐらい俺下がってたの。うわキングだってなって本当だよでそれででね、そしたら「あようやく来たね」みたいな感じになって、で「ああの後輩のアンニャのカナダと申しますが、ピラメキンの息子が見てるや」えあ、まあそんな年齢か。そう息子さんがアイルさんがね、でそれでコンビニ行こうぜっつって、コンビニでワインを3本買われて、で窪塚さんがパンと開けてグーッと飲んで、で俺に「はい」ってやっていただいたのだけど、ご存知の通り、はい、回し飲み無理なですよね。でもキングのそうだから、俺ほんとこれマジで唯一人生で初めて回し飲みした「いやいやしゃほしいです」キングからワインいただいて、もうだからすごい、だからもう夢からで、そっからお話とか飲ませていただいてみたいな。へえ、1個気になったんですけど、水さすよであれなんですけど、車で行ってワイン飲んだんですけど、帰り大丈夫でした？そしたらこれがね、そう思うでしょ。そしたらその前に車で来てるんですよさ、窪塚さん本当よ、これさすがキング。代行代俺が出すから飲みなよって。めちゃくちゃかっこいい。チースって感じ本当に。それで結局代行で帰らしい、窪塚さん、キングとお会いできて酒を飲み交わさせていただき、その後も般若さんのライブとかで「そっちの般若も来てんじゃん」みたいなね「あどうす」みたいな、そんなくだりがあってそんなくだりがあってっていう感じだから、今考えたら本当すごいね。なんか感慨深いというかさ、世代のヒーローというか、そうで山下智久君なんてもうね同級生で、そう当時見てたあれが「うわっ鳥来たと今上通ったじゃん、鳥通りましたけど、そんな反応ちょっとダメだ、これ鳥いるわ、戻るどうするいやいやいや、今ここ通ってた、今めっちゃこのカメラギリギリのとこ通ってた、めっちゃ速い鳥、池袋の鳥めっちゃ速いやんびっくりした。カナさん、あと荷物多くないですか今日おいなんだよ、別にいいじゃん、他のさやめろよ。何入ってるんですか、何入ってるんですか。いや、もし何かあった時よ。今日ビッグバッグですね今日も池袋ビッグバッグ池袋ビッグバッグ、そう IBG ちょっと IBG それしていいですか、インサートしていいですか。いいよ俺の荷物がブレるからいいよおいでブレたんですいやいや、もう次の目的地ここなんですよ。どこ？ボーリング場が、あ、本当だ、ボーリング場も来た、はい、当時、あ、そう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 、これよ、ここですよ、はい、あれ名前変わった？名前変わりました。そうだよね、すごいいい感じのゲームセンターがあったんですよ、中に。そうあったあった、してます、卓球とかできてる。ああマネちゃんと詳しくないやっぱ地元近いから、東京出身なんでいやちょっとね、練馬マウントがすごいぞ練馬マウントで歴がね、はい、ちょっと違う歴史を感じるけど、いや俺来たしここ来たし、よく G ボーイズのみんながやったりとかやって、かけボーリングとか、そうそうそうのシーンのところよ。で見て、ハイパーレーンすごい、年中無休24時間営業とんでもないハイパーレーンよ、ハイパーよマッチョだ、マッチョだよこの時代に働き方改革って言ってんのにあれ潰れてんじゃない？もうやってないもん。潰れてないと思う。ああそうか。っていうか俺これ、ここ吉本の山手線ジャックみたいなあったの知らない？覚えてる？それでここでそうボーリングやった。あ、ここじゃなかったかな。え？記憶がなんか曖昧なんですよ。本当に思い出あります？池袋。あるよ。重々でコンパやったって、まるちゃんに話聞いたことないこの先ほら池袋があるから、はい、山下さんがさあ山 P がさそこがあるんだよ、この先に。でもちょっと駅構内なんで動画回せないので。あ、そうなの、はい、写真だけ撮りに行きましょうか。じゃあおいいですか。動画は無理なんで。動画無理なの、はい、全力の笑顔でお願いします。まあそうだね、あの頃の熱量。確かにあの頃の熱量だね。 OK、 ちょっと行ってみよう。はい、いや本当に修学旅行生みたいになっちゃってさ池袋の隣でさ救い映画をしてたり、はい、あれ見ると絶対盗めないですよ。そうそうそうやっぱヤマピーってすげえなシュンやべえなでもね、この先にブラックエンジェルスの公園、よく踊ってたさ、構想とかもあった、フェンスの、はい、あそこあるから俺も久々行くわ。だから19年ぶり20年ぶりぐらい。芸歴丸々ですね。そう丸々よ、だって上京してすぐ来たの。般若じゃなかったんだ。まだむき出しのカナダ、むき出しのサトシ、もぎたての、むき出しもぎたてのサトシ、田原のサトシ、田原レペゼン田原のえ、あれこれです。え、これ、はい、あれめっちゃ変わってる。あれこんなんだっけ。前俺ちょっと駐車場っぽくなってるんですけど、ここじゃないですよ、もっと変わったの。え、どこ？ちょっとこの公園の中入ってみません？もうあ、俺この間仕事でこの辺来たんだけど。何がギャングだよって感じです。え、マジ？何？え、ギャングでここ？もうワルなんかいません。うわ、え？こんな変わっちゃったんだ。そうですよ。おしゃれな。すごいな。芝生を抜かないでって。やっぱお昼寝とかできるんです。あ、そうなの。ブラックエンジェルスがいなくなってからこんなことになったんだ。見てよ。小手まりが植えてある。そんなポピュラーな。うん、小手まりだよ。小手まりがあるってことは全然ギャングなんていない。そう、もう小手まりがあるところにギャングなし。今日最高の天気だな、なんか。あ、絵になってますよ、今。あ、そう。はい。なんか焼きそばにマヨネーズでもぶっかけたいね。全然ビールとかやってもいいです。見て、奥でヨガやってる。あのマインドフルネスやってる。ほら。俺がやってた。ああ、いや、俺がやってたって。うん、やってました。ほら、俺がやってたさ。いや、マインドフルネスの回思い出して。ある日もこんな晴天だったよ。IWGP の一番みたいな。マインドフルネスの回。マインドフルネスの回、知らない？いや、気持ちいいな、今日本当に。そうですね。マジでいい天気です、ね。マジでいい天気だわ。ちょっとでもあんま日焼けするから、ちょっと移動しようか。はい。うん、そうですね。見て、あ、ちょっと待って。ああ、確かに。公家で真っ黒だったらね。そう。真っ黒黒公家なんかいないでしょ。あ、今出ました。今出たよ。パンチライン出たよ。面白い。大河ドラマで貴族やるんだけど、こんな炎天下の中でそんなことさ、真っ黒黒公家になっちゃうよっていう。ちょっと力んだ。だからそこでやっちゃったら俺真っ黒黒公家になっちゃうよって。そういうことだよ、うまくいった。その時の中3のリアルな。こんなのないよな。うわ、スケボーな、持ってくればよかったな、スケボー。え、持ってるんですか。あ、知らなかった。知らなかったです。うわ、シーソーゲームだ。ゲーム。曲名で言うんだ。勝手に自爆したんだけど。サンシャイン通りのすぐ近く。この辺でね、17、18年前ぐらいにね、コンちゃんと飲んだよね。ああ、コンパしましたね。コンパというか、コンパか。コンパですね、あれは。だからコンパで。そう、カナダさんが綺麗な女の人と2人で消えてきましたよね。あ、雑貨屋さんこれ。すごい、すごいよね。なんか、あ、キャンプの道具っていうか小池だ。さあ、ということでですね、まあいろいろ回ってきて、はい、すごく平和になったね。変わりましたね。変わったね。こんなんなかったもん。これはだいぶ最近です。だって俺 ここにこの間ナオミのさ、ヘアスプレー見に来てさ。だからやっぱりもうすごく平和だし、なんかさっきから歩いてると結構なんかコスプレイヤーの方とか、はい、いわゆるオタッキーな方が多いよね。だからあれなんでしょ、俺ら本当おじさんみたいなことあったじゃん、この間。この YouTube の企画でコスプレをしようと思って秋葉原に行ったら、秋葉原の店員さんに「いや、こういうのはもう今池袋ですから」そんな言われたんですか。言われたよね。ちょっと半笑いで、知らないですか、知らないですかっていわゆる昔の秋葉の感じが今池袋なんで、品揃えあっちの方がいいっすよ。そう、これがすごいでしょ、アニメイト。何、アニメイトっていう何施設。はい、なんかまあアニメのものを取り扱ってデパート的な。ここ今日平日だからあれですけど、土日とかはそういうアニメ好きの方とかがグッズ交換とかでもうもっとごった返してます。なるほどね。それで重々でコンパやってんの？もう今やってないですけど。やってないの？もうやってないじゃないですかね。その後美女と消えていくみたいなことないと思います。カナダさんみたいな。こんなコーン白かったっけ？まあ白いコーン珍しいですね。ねえ、白コーン。白かったって。これは池袋名物白コーン。まあとにもかくにもね、みんな池袋楽しいよ。変わっちゃったけど。変わっちゃったけど。だけどね、聖地巡礼いい。ちょっとね、今度あれもやりたいね。聖蹟桜川かも。ああ、聖地巡礼して確かに。そう、飯田橋あたりで君の名はとか。ああ、いいね。あとピンポンで湘南とか。あ、湘南いいね。ピンポンの。あ、ピンポンもいいね。確かに。なんかあります。聖地巡礼とかに。好きな作品。イテウォンクラス。イテウォンまで。イテウォン。六本木だったらいけますけど。六本木が簡単で。ああ、六本木クラスでも。いや、まあ、こうやってみんな聖地巡礼してみて。とにかく池袋は昔の秋葉原になってたよ。秋葉原は電気屋になってたよ。あっつんか。秋葉原は電気屋です。あ、そうか。なんか締め、いい締めないかな。いい、今のでいいです。ということで、あ、いや、大丈夫。いいじゃないですか。高評価とか、なんか、チャンネル登録とか、なんか、よろしくお願いします。